えー、いい緊張感でいっぱいです、もちろん不安もありますけど、期待感も大きいですしいよいよ始まるんだなという気持ちでいっぱいですソフトボール競技が全競技で一番最初にスタートする、そしてそれがまた復興オリンピックとして福島の地でスタートされることをずっと考えて考えて、どういう意味があるんだろうという思いで、えー、考えてきました。 その思いと自分たちが伝えたいものをしっかり福島の地でスタートさせられるようにまたえ競技のスタートとしてえ日本の代表としていいスタートが切れるようにそういう思いを込めてグラウンドに自分たちのすべてを出し切っていきたいなそういう思いでこれから福島に入りたいと思っていますえ残念ながら無観客という形にはなってしまいますが 無観客でも熱い思いをしっかりテレビを通して伝えていけるようにまたスタンドの熱さを周りの地域に伝えられるようにしっかりプレーしていきたいと思います。